ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテ・マックス・エイバー・ワイン、エルゴ・ビバームス記念碑、エルゴ・ビバームスは、ラテン語で、ゆえに、飲もうよの意味で、ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテがドイツ語の詩につけた題名で、後に、マックス・エイバー・ワインによって曲がつけられて、ドイツの学生歌として、有名になった。ゲーテは1810年に、ルイーズ・フォン・メクレンブルク・ストレリッツの誕生日のために、詩を書いた。歌詞の4番に、 今日の日、特別な一撃ありと、神の絵でそれを暗示している。ただし遺説には、アイザック・ニュートンの色彩論に対して、彼の前提と結論が、ゆえにで結びつかないと反論したゲーテ対して、友人が、ゆえに飲もう。ならどのような前提にも結びつくよ。天気がいい、ゆえに飲もう。天気が悪い、ゆえに飲もう。と冗談に言った。それを面白がったゲーテが、 その句を繰り返し使う、この詩を書くのを思いついたと、シューベルトの全作品に、ドイッチュ番号をつけて、有名なオットーエイリヒドイッチュが書いている。ゲーテは、有名な中世の歌集、カルミナ・クレリコルムの飲酒歌の中で、エルゴ・ビバームスと言っていることに言及している。これは、教皇マルティヌス四世のお気に入りの言葉としての、エルゴ・ビバームスがあったことに影響を受けている。フランチェスコ・ディバルトロの 新曲についての批評をおう中で、教皇は数奇教たちの集まりの後、いつも神の教会にどんな悪いことが起こったというのだエルゴ・ビバー,アームス。と言ったとある。この歌は1813年にマックス・エーバー・ワインが曲を設定した。1858年にはすでに全ドイツ学聖歌集に収められていて、今日でもこの歌は最もよく歌われている。 学生家の一つである。この歌は2002年にゲーテのテキストを含むアルバムのリリースの一環として人気フォークグループのリーダーアイアンによって再録音された。また1926年にはオランダ人のヤコブス・ヨエンネス・ファン・デンセはオランダ語とドレンテ方言で作詞してオランダ・ドレンテ州の州歌となった。1986年 旧東ドイツのイエナで3年間の計画の後、エルゴ・ビバームス記念碑がイエナの芸術家、フライムート・ドゥレロによって材料としてプラスチックを使って建てられた。2005年には痛みが激しくなったので制度で建て替えられた。歌詞の一番は次の通り。ありがとうございます。